私は一線を退きたいと思っております。これでホッケは父上のものですね。俺が出世できるようにお前の力を貸してもらえないか。今のは冗談でも許される発言ではないぞ。父君をしっかり支えてあげてくださいね。決して倒さないように。大変お待たせいたしました。こちらは当の飲み物茶にございます。知っておる。空海が話しておった。さすがは嵯峨天皇様。しかし飲むのは初めてだ。どのような味がするのか誠に楽しみだ。ごゆっくり茶をお楽しみください。冬次、お主の分もあるぞ。いえ、私はそのような高価なものいただけません。人の行為を無下にするものではない。ではいただくことにいたします。素晴らしい味だ。心が洗われる。はい、一生の思い出になりました。私もだ。天皇様、高津内親王様の件申し訳ございませんでした。お主が謝ることではない。家畜の命を断れる者などおらぬと思っている。やはりご存知でしたか。ああ、高津内親王、成吉親王には悪いことをしたが、これで藤原氏と立花氏の因縁も少しは薄れるであろう。お気遣い感謝いたします。よい。それより公認客式の方は進んでいるか。皆寝る間を惜しんで作業をしております。しかしとても量が多く、予想以上に時間がかかると思われます。そうか。皆に無理だけはするなと伝えておいてくれ。かしこまりました。それにしても今日はいい天気だな。天皇様、そろそろ出発した方がよろしいかと。もう少し良いではないか。しかし何をそんなに焦っておる。一日でも早く編纂事業に戻りたいと思いまして。公認客式はお主一人の仕事ではない。せっかくだ、もう少し茶を楽しもうではないか。かしこまりました。これが日本の記録に現れる最初の茶事です。当時のお茶は薬としても重宝されていましたが、高級品だったため一部の人間しか飲むことができなかったと言われています。とうとう追い抜かれちまったか。権の中納言、藤原の冬次殿、相変わらず耳が早いですね。噂を集めるのが好きなんだよ俺は。何用にございますか。俺が出世できるようにお前の力を貸してもらえないか。失礼いたします。冗談だよ。真夏からの言葉を伝えに来た。兄上からの言葉。体に気をつけて俺の分まで頑張ってくれってな。兄上は今何を。平成上皇様の側近の一人として一から頑張ってるよ。そうですか。安心しました。たまには様子を見に行ってやったらどうだ。平城京はそこまで遠くないぞ。そんな時間はありません。私にも兄上にも。会いに行った俺が暇みてえじゃねえか。誰もそんなことは言っていませんよ。負けねえからな冬次。相変わらずににやかな人だ。私も頑張らないと。藤原の大次殿、お主を中納言に任じます。これからもより一層励んでください。ありがたき幸せ。しかし前から申しておりますが、私は一線を退きたいと思っております。前にも言いましたが、その申し出を認めることはできません。藤原式家である私がこれ以上政治に関与するべきではないと存じます。これからの日本を引っ張っていくのは藤原北家の者たちかと。これからの日本を引っ張っていくのは大次殿のように思いやりの心を持ったものだと思います。私はそんな人間ではありません。真道殿にすべて聞きました。検非違使の助言をしたのは
お継ぐ殿だと。おせっかいな人だ。それに新鮮小辞録もほとんどがお継ぐ殿の功績だと聞きました。皆で作り上げたものです。その発言ができるものを私は思いやりのあるものと呼んでいます。藤原のお継ぐ殿に日本後期の編纂事業を任せたい。恐れながら私にそんな大役は務まりません。これは天皇の命だ。では引き受けないわけにはいきません。よろしく頼みます。日本後期の編纂には数多くの人物が携わっていました。代表的な人物には藤原の冬次、清原の夏野、藤原の義房などが名を連ねています。その中でも最初から最後まで編纂事業を担当していたのは藤原の次ただ一人だったと伝わっています。これでホッケは父上のものですね。そういう言い方をするものではないぞ義房。これはご無礼よ。しかし父上と勝子様とのつながりが強くなったことで、その人殿は政治に関する発言を以前ほどしなくなったと聞いております。あのお方はお体を壊していると聞いた。それにホッケには門の麻呂殿がいる。その人殿の後を継ぐのはあのお方だ。門の麻呂殿も公認客式の編纂事業を休みがちだと聞きました。先が短いのではないですか。義房、今日はお前らしくない発言が多いな。少し口が過ぎるぞ。藤原の鎌足様が乗り移っているのかもしれませんね。父上に藤原を託したいと思っているのではないでしょうか。今のは冗談でも許される発言ではないぞ。子供の戯言ではないか冬次殿。これは皇后様いらっしゃっていたのですか。今しがた天皇の代わりに参った。来てはまずかったか。滅相もございません。お主の息子なかなか骨のある男ではないか。愚足にございます。あながち間違いではないかもしれぬぞ。藤原氏の祖である鎌足様も藤原の発展を願っているはずです。藤原を任せられるのは藤原の冬次だけだと思っているかもしれませんよ。恐れ多きことにございます。神明をとして精進いたします。天皇様もさぞお喜びになるでしょう。では私はこれで。藤原の義房。はい、父君をしっかり支えてあげてくださいね。決して倒さないように。承知つかまつりました。817年に興福寺で開催された法華とは、法華経を降参する法会のことで、聖徳太子が岡本の宮で講じたのが最初と言われています。この法会には冬次が内丸の後継者であることを強調する目的もあったと言われています。さて次回の百花繚乱歴史伝は、藤原の冬次が編纂事業のリーダーを務めていた公認客式にスポットを当てたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。